疲れ様です。コインゲッコ、本日は10月30日朝4時30分になります。いつものようにコインの上場枚数から、見ていこうと思いますけども、現在コインゲッコには1万5000トンで38個のコインが上場されております。扱われている取引所の数は1141ですね。世界に暗号通貨広がってますけども、取引所の数、つまり銀行みたいなところってのが1141個しかまだないんですよね。この前インドネシアに行ってきたんですけども、コンビニの数よりもこの両替所ってのが多いんですよね。両替所ってのは日本円をドルにしたり、ドルをユーロにしたりみたいなところなんですけども、こう店頭に、看板がずらーっと出ていて、そこに、各通貨の交換レートが出てるんですよ。で、場合によってはね、100メートル先の店と目の前にある店との交換レート違いますから、なんかリアルアービトラージができちゃうんじゃないかなっていう気もしないでもなかったんですけども、それはおいそれと置いといて、本日の時価総額ついにね、400兆円が見えてきましたよ。393兆円ということでかなり急騰してますよね。で、この時価総額、ビットコインのみによって支えられていると言ってもいいと思います。ドミネーションが 56.3% になってきました。すごいですね。で、ビットコインの価格は当然ですけども、1120万になったわけですよ。だからこの1週間でどうですかね、ビットコイン1枚持っていれば、100万円ぐらいの利益が出ているってことになりますよね。で、イーサリアムはやっと40万円を突破したあたりなんで、そのイーサリアムの値動きもやっぱりね、すごいんですけども、ビットコインに比べるとまだ出遅れてるかなってところですね。で、リップルは独自の通貨帯を維持してまして、あんまり変わってないかなっていうところです。79円から81円になんかうろうろしてるっていうところですかね。はい、そしてカルダの54円をクリアしまして、まだ値上がりはしそうかなと思います。55円、60円とかね、いくんじゃないですか。やっぱりアメリカの大統領選で、これトランプさんが当選する見方が大方なんですけども、そうなると暗号通貨に対してかなり好意的な、ね、風が吹くっていう風に考えてるんじゃないかなと思います。はい、アメリカがね、暗号通貨を主導すると、これはかなりですよ。イーロン・マスクさんとトランプ大統領っていうのはね、なかなかの関係ですからね。イーロン・マスクさんもビットコインや暗号通貨についてはかなり好意的ですから、なんせね、柴犬コインなんてのは、イーロン・マスクのおかげでここまでのし上がったようなもんですからね。50万倍ですから。はい、そんな感じですかね。くれぐれもおかしな ICO とかね、参加しないでくださいね。で、私今ね、エアドロップってのを紹介しようと思って、いろいろとね、エアドロップに必要な専門用語などを動画にまとめてますけども、まずは基礎知識ですよ。どんなことでも基礎知識がわからないのにそのまま進めていくと、もう何がなんだか本当わかんなくなりますからね。大切なお金を増やそうとしてるんだったら、やっぱりそれなりの学びっていうのは必要だと思います。下積みっていうのは必要だと思います。ぜひね、エアドロップ講座の方も今無料で公開してますから、ご覧いただければと思いますね。エアドロップに必要な知識をこの際勉強してね、安全なエアドロップで一攫千金狙ってみてください。エアドロップのポイントは1円もお金を出さなくていいってやつです。これが最低限の条件です。1円もお金を出すことなく、しかしエアドロップに対する知識情報収集はしっかりして、そしてトークンを分けてもらってね、そのトークンが爆上がりすることを、家宝は寝て待てばよろしいんじゃないかなと思います。それではお疲れ様です。幸運を祈ります。